ユニシスはアメリカ合衆国の IT サービスとソリューションを提供する国際的企業。システム機器などの設計、製造も行っている。日本での事業はかつて関連会社であった日本、ユニシスが実施していたが、2006年に持ち株のすべてを売却。資本関係は存在しない。ただし業務提携は継続されている。 ペンシルベニア州ブルーベルのユニシス本社ユニシスは1986年9月元アメリカ合衆国財務長官のマイケル・ブルーメンソールによるメインフレームメーカーのスペリシ社とバロース社の合併で設立された名称はユナイテッド・インフォメーション・システムからの造語で社内公募で決定されたこの合併は当時のコンピュータ業界では最大の合併と言われユニシスは 年間売上高100億ドルで IBM に次ぐ世界第2位のコンピュータ企業となった。合併当時12万人もの従業員を抱えていた。ハードウェア製造に加えてバロースもスペリーもアメリカ政府との契約を受け負っていた。ユニシスも各種政府機関にハードウェア、ソフトウェア、サービスを提供している。合併後オープン化の波にさらされ、 企業構造の大改革を迫られた。結果としてメインフレーム企業からの脱却を図り、ユニックスや Windows NT ベースのコンピュータ市場へ参入した。その後、ヒューレットパッカードや IBM のように徐々にハードウェアからサービス、コンサルティングへと企業としての主軸を移していった。1997年。 売上に占めるサービスの割合は65%となっていたが、2006年現在は83%にまで高まっている。ユニシスの歴史の中で重要な出来事として以下のことが挙げられる。1988年、コンバージェントテクノロジーを獲得し、その革新的なオペレーティングシステムクトスを手に入れた。2008年10月7日、CEO 兼会長に、 ジェイドワード・コールマンが就任。2008年11月11日、ユニシスの時価総額が S&P500 の規定する加減である40億ドルを下回ったため S&P500 から外された。2009年10月、上場廃止を避けるために株価を支える目的で11の株式併合を行った。2010年、医療情報管理サービス部門を モリーナヘルスケアに1億3500万ドルで売却した。同社はコンサルティング、一時的な契約業務、IT サービスのアウトソーシング受け負いなどを行っている。サービスにはハードウェアシステムとソフトウェアシステムの構築、ホスティングやデータ管理、業務プロセスの計画立案、セキュリティの確保などが含まれる。2000年、ユニシスはミッドレンジ、 ハイエンドサーバーユニシス ES7000 ファミリーを開発した。この製品は、インテルの G オン及び i t テ n i a を使い、オペレーティングシステムとしてマイクロソフトウィンドウズサーバー2003、ノベル、または、レッドハットの Linux が動作する。ユニシスは、ローエンドとメインフレームのクリアパスというシリーズも持っている。クリアパスは、メインフレームのソフトウェアが動作するだけでなく、 同時に Java プラットフォームとしても JBOSS やジャカルタ EE アプリケーションサーバーとしても動作する。クリアパスにはスペリー、ユニバック系のクリアパスドラドとバロース系のクリアパス、リーブラがある。ユニシスのシステムは銀行業務、小切手処理、所得税処理、航空機予約、生体認証、新聞コンテンツ管理、公安出荷管理、 気象情報サービスなど様々など用途に使われているアメリカ国立気象局のドップラー気象レーダーシステム、ネクスラットのソフトウェアもユニシスが開発しており、レーダーや気象衛星などからの気象データを提供している。また、アメリカ軍の世界最大のフィドネットワークの運用も担当しており、25カ国にある1500カ所の拠点で、 年間900万個のコンテナの追跡を行っている。南アフリカ共和国では一般市民用の汎用的身分証明書の作成を受け負った。セキュアパーティシャニングはインテルプロセッサーベースのクリアパスサーバーにおける仮想化テクノロジーである。S パーテクノロジーは高性能システムを4つのセキュアなパーティションに分割し、1つは中核処理複合体とし、残る3つを ウェブサービスや Java アプリケーション配備など特定のアプリケーション機能を実行する専用エンジンとする。これにより、クレパスユーザーは資源管理を効率化できる。2010年12月、ホーステッドセキュアプライベートクラウドを立ち上げた。プライベートクラウドのあらゆる利点を提供しつつ新たな基盤を購入する必要がなく、同時に規約に沿ったより良い機能により、 共有ビジネス資産を制御する。このソリューションは、コンピュータ、ストレージ、ネットワーク、ミドルウェアといった IT リソースを各顧客専用に割り当て、自動的に数分間でプライベートクラウドに IT リソースを追加可能としている。2011年3月、ユニシスハイブリッドエンタープライズフレームワークを立ち上げた。これは従来型と、 クラウド型の IT 提供モデルを管理する方法論とサービス群からなり、全体として一貫したコンピューティング環境を提供する。その鍵となるのは、クラウド構築サービスのポートフォリオであり、統合企業環境におけるミッションクリティカルな、クラウドソリューションの計画立案、設計、実装を中心としたものである。2014年、クリアパスメインフレームのプロセッサを 独自の CMOS からインテルの X86 へと切り替えた。このマシン上で利用可能な OS としては OS2200 及び MCP、そして仮想化された Windows や Linux となっている。ユニシスの顧客は大企業や政府機関などが多い、以下に例を挙げる。ユニシスは世界各地で データセンターを運営しており、サービス品質の世界標準の認定を受けている。認定されている標準としては、ISO9001-2008 ISO、ISO2001-2005、ISO27001 などがある。また、ユニシスは、顧客の所有する施設でもデータセンターを運営、またはサポートしている。ありがとうございます。